一般的な成果における飴細工。引き飴技法による、バラの装飾浅草飴細工飴新手塚心理による、飴細工の金魚。彩色後の完成品。飴細工とは、成果技術の一つであり、飴を用いて造形物を作り出すこと、及びその造形物を言う。その細工の技術と、美術的な観点、制作過程に特徴があり、食べることを目的としない。 干渉するための展示品として制作される場合もある。本校では、砂糖細工の範疇に含まれるものも、歴史的な羊が同一であるという理由から合わせて記述する。メディアを再生するメで絵を描く、中国人西洋菓子の飴細工と日本の伝統的な飴細工は、この分野での交流が資料として認められないものの、発祥の違いこそあれ、製法や技術に、 あまり大差がなく発展している。11世紀には、アッパース朝の第35代カリフ、ザーヒルの命令で、砂糖細工が作られたとされており、菓子を技術的に装飾するという考え方がすでにあった。ただしこれはあくまで焼き固められた砂糖菓子であり、飴状のものを加工したものではない。日本の飴細工の歴史は、 中国から来た職人が京都に住み町で売ったことで、技術が伝来したと言われ、延暦15年の当時の金龍寺に飴細工が作られ、供物として捧げられたという。16世紀、南蛮菓子として成立したアルヘイ島はアルヘイ細工と呼ばれる高度な成果技術を誇った。共和元年には良質の水飴が越後で作られて、関西方面で広まったともと言われている。江戸では、 飴職人が細工をした飴を街に出て売り歩き、細工の技術と種類が増えた。洋菓子の世界ではパティシエがその技術と芸術性を発揮できる分野である一方、和菓子の飴細工はアルヘイ細工のような例外を除いて、もっぱら大道芸、伝統工芸の一つとみなされている。伝統工芸としての飴細工は、飴の特性上、製作及び保存の過程における扱いが難しい。 ことをはじめ、量産できないことや、衛生的な面、さらに実物を目にする機会があまりない上その労力の割には、ビジネス面での見返りが少ないことなどから、見た目の派手さとは裏腹に、技術の伝承がされにくい側面があった。これに対して、洋菓子作りが趣味として一般化するにつれてその技法の一つである、アメザイクが広く認知されることとなり、 カルチャースクールの洋菓子作りのカリキュラムで取り上げられるようにもなっている。アメ在庫の小松一氏一流アメ在庫は、白飴で動物や植物などの形を作る細工菓子の一種。ハマグリと、その中に横たわる猫をかたどったアメ在庫の絵あり。小松一氏一流写し、ミノル的アメ在庫の達人なりと、主所あり。夜渡し風俗図絵では、細工飴と題して、 雨売りの姿が描かれ、明治34年頃に見るものなりという記載がある。清水清風著、東京名物百人一種明治40年8月、雨細工の小松一市一流より抜粋日本の雨細工は、さらし飴を原料とし、食紅などで彩色を施した棒付きのものが一般に親しまれている。これに対してアル平細工のように水飴を加えた、 砂糖を熱して冷まし造形を行うものもあり、類例として、運平細工や新古細工などがある。アル平糖から派生した金華糖はタイなどの縁起物を、かたどった、砂糖菓子で駄菓子としても親しまれた。中国には熱した飴を吹いて、動物や鳥の形を作ったり、台の上に垂らして、文字や絵などを描いたりする飴細工がある。フランスでは、 工芸菓子としての砂糖菓子一般を指す言葉として、シュクルダールがあり、アメ細イクもこの中に含まれる。デコレーションケーキとして、立体的に積み上げる菓子にもしばしばアメ細イクの技法が用いられる。19世紀に成立したパスティアージュという技法では、建物をかたどったピエスモンテも作られた。ポルトガルのアゾレス諸島には、アルヘイ島の語源ともされ、 西方も共通したアルフェニーがある。取り上げ物、建物などをかたどった白い砂糖菓子で、祭りの際には教会に献じられる。スペインとラテンアメリカのスペイン語圏には、アーモンドオイルで練った砂糖で作られるアルフェニー家という、砂糖在庫があり、メキシコでは、死者の火のためのサレコ戸ベをかたどった、オブジェなどをこれで作る。イギリスには、日本の組み飴に類似したロックという飴がある。 リゾート地で販売されたものはその地名を関して、ブラックプールロック、ブライトンロックとも呼ばれる。飴の扱い方別による製法は次の通りである。引き飴、吹き飴、流し飴の技術は、洋菓子及びアルヘイザイクで共通である。いずれも摂氏80度ほどに熱した飴を扱うため、洋菓子では大抵手袋を使用して、火傷を防ぐ。このほか 立体的な型を用いるシュクルマッセ、こねながら成形するシュクルトゥルネなどがある。ロバート・フレデリック・ブルームが、ア屋1893年日本では、飴職人は、一人前とされる基準として、1日に1缶2缶分の水飴を加工して、売り物にしなければならず、その重労働ができなくなると、飴を造形する技術を磨き、売り上げを稼いだと言われている。これを、 紙芝居やキセルの修理屋などの他の商売の客寄せとして行うこともあれば、職人芸を見せ物として独立させ、切り絵のようにその場で客の要望によって作っていくことにより、動物や花などを目の前で仕上げ、楽しませる商売となった。江戸時代に始まった飴細工は飴の鳥とも呼ばれた。鳥を主に作ったからだと言われる。 日本の飴細工では手袋を使う伝統がほとんど見られず、豆炭で熱せられた熱いままの飴を素手で練り加工していくので、火傷の危険とは隣り合わせの技術習得となる。基本的なものは透明感を残した飴を練ることで空気を含ませて徐々に白くし、基本的な彩色を食紅で施した上でゴルフボール台に丸め筒状のものを刺す。 目的に応じて、息で膨らませ、握りばさみでつまみ、伸ばし、歯を入れることで成形していく。棒の先についたまま提供される。大道芸としての親しみやすさから、動物、鳥類をモチーフにしたものが主で、仕上げの例としては、最終的に成形後に、鶏のと坂が、食紅で赤く彩られる。屋外の作業を想定した技術のため、道具はハサミや筆など、 最小限となる。洋菓子の場合、屋内での作業となるので、専用の洋菓子作り用の道具類がそのまま使われる。練ることで空気を入れ込むというよりは伸ばしたり、元々の素材で光沢を出しやすくしたりといった手法も取られる。総合的な洋菓子の作品という目的で作られることが主なので、日本の飴細工のように一品で完結するのではなく、 細かいパーツも組み合わせた上で、飴によるフルーツの盛り合わせや、ドレスをまとった少女などの総合的なモチーフのものになる。大規模な作品となることも少なくない。単体では植物や果物を作ることが多い。日本の飴細工と比較して、着色よりもガラスのような光沢や艶を強調する傾向がある。 熱と湿気を遮断しなければならないため、長時間ライトが当たるような展示には不向きであるが、ケースに密封し、乾燥剤を入れる、食用に巣を塗布するなどの方法がある。また食用とせず、飴を素材にした、装飾品とする場合は、食用に適さない素材の使用も可能である。飴細工のようなもしくは、飴細工のようにという形容詞として、見かけはカビだが中身を伴わないもの。 形には似ているが全く違うもの、または、高熱によって変形してしまったものという意味合いで、比喩表現として使う場合がある。川北る世界の佐藤氏、佐藤はなぜ白いのかデコレーションとしての佐藤、農畜産業振興機構、2005年12月、雨細工の歴史、大道芸人の世界、清水清風著。 東京名物百人一首明治四十年八月、アメザイの小松一市一流国立国会図書館、蔵書、二千十八年二月の日月欄、荒尾美代、アル平等、南番スペインポルトガル料理の不思議探検日本テレビ、九百九十二年、ピアニッシモ。四十八から五十一 i s b n 四億八千二百三万九千二百十四 XCF、X C F アラオミオ、南蛮菓子と佐藤の関係農畜産業振興機構、2005年12月、ローランビルー、アラン・エスコフィエ、基礎フランス菓子教本第3巻、フールセックチョコレートサイク、アイスクリーム類の製法飴サイク、柴田書店、1990年、P165、ISBN43 億8801万731マウントファード。 エマ、シングス・ユー・オンリー・ノー・イフ・ユー・エント・ツー・ブラック・プール・アズ・エイ・キッド。マンチェスター・イブニング・ニュース、2021年10月30日、閲覧。シトア、オマール、バッド・ハウ・ドゥーゼー、ゲット・ザ・ネーム・イン・ザ・ミドル。ニュー・サイエンティスト99。 574、一瞬0262から4079、https コロンスラッシュスラッシュブックス g o o g l e c o j p スラッシュブックス id イコール qbz7 クソフック 60c& ピコグラムイコール pa574 v イコールオネパゲ &q&f イコールフォルス。日仏料理協会編、フランス食の時点白水車、2000年、 ピアニッシモ20から 21ISBN4 億5600万 3995X 水木隆弘アメ細イクの歴史昔懐かしいアメ細イク来ライ1993年第15号小学館1993年42ページありがとうございます